こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、印象的なキャラクターデザインができていると思います。高木さんの作品で、タイトルは旅の少年ダイス。旅する無口でミステリアスな少年がコンセプトです。自分はキャラデザが好きなのですが、デザインを決めていく中で小物や無機物の表現が苦手です。絵柄的にそこまでリアルに描き込む必要はないかもと思い、実践してみても何か違う感、逆に試してみても何か違う感、この繰り返しでなかなか納得がいく仕上がりになりません。今回はそんな無機物たちを見てほしいです。またぜひ塗りなどにもアドバイスいただけるととてもありがたいですとのことです。はい、まずですね、キャラクターとしてイメージカラーがはっきりしていて、印象的な絵作りができていてすごいなと思いました。慣れていない人がね、キャラクターを描くとついついいろいろな要素をてんこ盛りにしちゃって、とっちらかっちゃうことがあると思うんですが、高木さんのデザインはシンプルにまとまっていて、とても印象に残るデザインだと思います。はい、素晴らしいです。さて、じゃあこの絵のどこを添削していくかなんですが、高木さんはキャラ作りは好きなんだけど、小物や装飾品など無機物を描くのが苦手とおっしゃっています。はい、ですね、もしかしたらこれただの精神論に聞こえちゃうかもしれませんが、いやこれね、まさにそこが高木さんの問題点だと思いました。っていうのは、僕の認識ではですね、キャラが携えている小物ってキャラクターと密接に関係している体の一部なので、無機物じゃなくてもうほぼキャラの一部、つまり有機物なんですよ。それを取り外しちゃうとそのキャラに見えなくなっちゃう。そのぐらいキャラクターの一部として馴染んでいなければいけません。おそらくね、その意識がまだ高木さんにないので、ただの衣装として描いちゃってる。だからいまいちピンとこない感じになっちゃっているんじゃないかと思うんです。でね、ちょっとこれだけ聞いてもわからないと思うので、今言ったことを絵に落とし込むとどうなるのか、実際にお見せしていこうと思います。今回の添削を見ていただければ、いまいちキャラクターデザインって苦手なんだよなっていう意識を払拭して、デザインめっちゃ得意っていう状態にグレードアップしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。はい、まずですね、僕がこの絵を見て一番問題だなって思ったのが、デザインと一枚絵をちょっとね、混同してしまっていて、キャラクターの見栄えのしなさをこの背景でね、無理やり補完しようとしてしまっている部分ですね。ここが問題です。なので一旦背景を、はい、白にしちゃいました。そうするとほら、どうでしょうか。背景ありと背景なし、なんか物足りないなっていう感じしませんか。キャラってね、いつでもこの背景に置けるわけじゃないので、キャラ単体で見栄えがするようにデザインしなければいけないんですね。この状態だとよくわかるでしょう。なのでこのまま白背景のままデザインを詰めていきたいと思います。まずはですね、僕だったらシルエットはこうしちゃいますね。はい、履いているパンツをちょっと細身のものに変更しました。理由は2つあって、1つ目は全体のシルエットですね。こう上がモコモコとしたすごくボリュームがあるジャケットを着ているので、下もですね、ダボっとしたパンツにしてしまうと上も下も太くてシルエットに特徴が出にくかったからです。あともう一つの理由は、旅人設定だからですね、ゴーグルをつけていることから、おそらくね、バイクとかにも乗っているのかなと思うんですが、そうした時に下がダボダボだと、単純にね、乗りづらいですよね。なので、このように調整したってわけです。ほら、さっきも言ったように、小物もキャラクターの一部だっていうことが、ここですでに分かった人もいると思います。そのキャラがどういうやつだからこの衣装はこうじゃなきゃいけないっていう理由を考えてみると、もうそれってただの衣装じゃなくてキャラクターそのものじゃんっていう考え方になってきましたよね。はい、そういう目線で考えるなら、履物もこんな感じにするといいのではないでしょうか。
はい、ブーツを履かせました。やっぱりね、旅人ですから荒れた土地をたくさん歩くと思います。なので丈夫なブーツを履いていないと、まあ、何かと危険ですよね。それと見栄えの面においてもちょっとね、こういう金具とかをつけてあげるとデザインのアクセントになって良いと思います。はい、少し情報量が上がりましたよね。ただね、全体的に見てもうちょっと情報量上げたいなと思っています。まだなんとなく旅人感が少ない気がしますね。旅人感をググッと引き上げるアイテムとしてはやっぱりね、バッグでしょうか。おっしゃいます。はい、こんな感じ。腰にね、ポーチをつけてみました。1個じゃ足りないっていう時にはもう1個つけてあげてもいいかもしれません。はい、いかがでしょうか。腰にね、ポーチがついたおかげで旅人感が一気に出たのがわかると思います。こういう風にこのキャラは旅人だから旅人感をもっと出したい、このキャラは戦士だから戦士っぽさを出したい、そのように考えながらつけるのが小物やアイテムなんですよ。決してね、適当につけているわけじゃないんです。だからね、無機物ではないんですよ。もはやそのキャラそのもの、有機物、もうね、皮膚の一部なんです。さあ、でここでこう思った人もいると思います。情報量上げるためにね、どんどん小物をくっつけていったらゴテゴテしてしまってくどいデザインになっちゃわないって、はい、鋭いご指摘です。ですが、何も情報量を上げるために小物ね、いちいちくっつける必要はありません。実はちょっとしたことでも情報量ってアップできるんですよ。今からそれをお見せしますね。よく見ていてください。ここをこうして下も伸ばします。でこっちからもこのポケットのラインを追加して追加して追加して、でここを線でつなぐだけと、はい、これだけです。ポケットのラインを伸ばしてちょっと上に線を1本くっつけただけなんですが、見比べてみてください。驚くほど情報量上がったように見えませんか。そうなんです。実はですね、線を少し足すだけでも情報量ってアップしてキャッチーな見た目を作り上げることができちゃうんですよ。はい、もうちょっとねやってみますね。あ、その前にですね、黄色が少しくすんでいるので少し黄色を持ち上げます。はい、黄色を明るくしました。黄色がくすんでいるとね、少し汚く見えてしまうこともあるので気をつけてください。さあ、じゃあ線をもう少し付け加えていきましょうか。例えばこんな感じです。はい、どうでしょう。そんなに線足してません。数本ピピッとね足しただけなんですが、ほら、これだけで不思議とデザインが締まった感じわかると思います。すごいでしょ。あとはですね、この背景にあった葉っぱのデザインなんですが、多分ね、想像ですけど、この葉っぱが少年ダイス君にとって関係のあるデザインなのかもしれません。まあ、例えばね、落ち葉みたいにピューッとどっかに行っちゃう存在とか、あとは旅人と寝なし草を結びつけて、まあ、どこにも根付かない人物を表しているとか、まあ、その辺はね、詳しくは分かりませんが、もし葉っぱがこのキャラクターを象徴しているんだとしたら、このキャラクター自体にですね、一部に葉っぱのデザイン取り入れてしまってもいいかもしれませんね。やってみます。はい、今回は胸に葉っぱのロゴを追加してみました。このキャラクターを象徴するマークをどっかに取り入れられるとアイキャッチになっていいですよね。さあ、あとはですね、ここがねちょっと問題だと思いました。このね、黒い部分ですね、このゴムの部分、ここがですね、色が潰れて見にくいです。調整します。はい、黒い部分って特に色が潰れてしまいがちなので注意してください。特にね、注意するのはこのね、線と地の色のコントラストの部分ですね。色が濃すぎて線が埋もれてしまうと、え、どうなってんだこれってね、目を凝らさなくてはいけません。それが見にくいっていう印象につながってしまいます。はい、見づらいのは基本的に避けるべきですね。そういう意味ではここもそうです。ここ、はい、手とグローブの部分ですが、ここもねちょっと色が潰れちゃってて見にくかったので、
明るい色に変更しました。細かいですけど指の黒いマニキュアもですね、真っ黒にしていてもいいんですが、黒い背景や黒いパーツと重なってしまうと指先が見づらくなってしまうことがあります。このようにね、紫にしておくと黒のニュアンスも含みつつ見やすくもなるので良いかもしれません。さあ、それではですね、ここからは顔の部分の調整に入っていきます。はい、顔はですね、情報を足すよりもどちらかというと足しすぎていて、一個一個の印象が薄くなってしまっている感じがあると思います。情報ってですね、足すだけじゃなくて聞くことでも印象を強めることができちゃうんです。でね、何言ってるか分かんないですよね。でも実際に見ていただければ言っている意味分かると思います。やっていきましょう。まずはここの情報を聞きます。はい、紙で片目を隠してみました。ダイス君、片目にね、あざがあるので、おそらく過去に何かあったんだと思います。そのミステリアスさを強調するために、もういっそ片目を隠してあげた方が、このキャラ一体過去に何があったんだってね、興味をかきたてられて印象がググッと強まります。で、そのあざを印象的に見せたいんですが、このね、あざと影、これがね、同じような色をしているので、あざと影がちょっと遠くから見ると同化しているようにも見えかねません。これをどうにかしましょう。はい、あざを強調するために顔の影は取っちゃいました。こっちの方がね、あざがより目立つと思いますね。あとは目でしょうか。やってみます。はい、目はですね、そんなに変えていませんが、目の中の白いハイライトが小さかったので少し大きく調整しました。片目を隠したのでね、目の印象が弱まったので、もう一方の目の印象を強くしてバランスを取るという狙いがあります。あとはここでしょうか。はい、鼻と口元、まあ、ここはね、好みですが、ダイス君ちょっとね、ツンとした表情をしていたので、口を少しとんがらがせるというか、前に突き出しているような感じを追加してみました。今やった鼻と口の調整は特に情報を足しても引いてもいないと思うんですが、ちょっとしたこういう調整だけでもディティールがアップする感じがお分かりいただけると思います。意外とね、デザインってこういう細かい部分の微調整の連続なんですよね。さあ、そういう目線でこのゴーグルについても少しだけ調整を加えてみましょうか。こうします。はい、ゴーグルのグラスの形状をほんのちょっとだけ変えてみました。別に大げさに変えたわけじゃないのに、情報量どうでしょう、アップしてますよね。高木さんはコメントの中で、細部を足してリアルにしないと見栄えが良くならないのではないかと疑問を口にされていましたが、これがですね、答えです。ほんのちょっとの形状の変化だけで、別にディティールを増やしたわけでもなければリアルにしたわけでもないのに、見栄えってアップさせられちゃうんですよ。不思議でしょう。はい、それではバンドも調整していきますね。はい、こんな感じ。ゴーグルについては以上です。あとは髪の毛ですね。髪の毛ってこのね、毛束を細くすればするほどリアルには近づくんですが、キャッチーな印象からは少し離れていったりします。これはね、僕の好みも含まれるんですが、このぐらいのバランスにしてみるといいんじゃないかと思います。やってみます。はい、毛束をですね、少し太くしてみました。見比べるとこんな感じの違いがあります。いかがでしょう。背をね、太くするとなんかこうキャラクターっぽさが増しませんでしょうか。言ってみれば、たまたまこういう髪型になった瞬間というわけじゃなくて、あえてこの髪型にした感じが毛束を太くすることによってアップするような気がします。それとこの全体の線の太さについても少しだけ調整してみます。こんな感じでどうでしょう。はい、細かいことですがいかがでしょうか。この違いです。
線を太くするとね、キャラクターがググッと前に出てくる感じがなんとなくアップしたのがお分かりいただけますでしょうか。はい、これは好みかもしれませんが、おーいいねと思ったら取り入れてみてください。はい、でここで背景を表示します。そうするとですね、やっぱりですね、背景が黒って結構デザインを見せるためには強すぎる色だったりするんですよね。キャラ自体をね見せたいならもうちょっと薄くしてもいいんじゃないかと僕は感じます。例えばこうです。はい、グラデーションマップを適用して背景の色味を抑えてみました。そしてキャラ周りのカラフルな部分も少し処理を加えます。はい、こんな感じ。あとはキャラクターの紹介のイラストでもあると思うので、ダイスくんの名前を入れてあげてもいいかもしれません。はい、カラフルな影の一部を利用してダイスってね名前を入れてあげました。あとは後ろの葉っぱなんですが、まあ、これも若干大きさと位置変更しますね。はい、こんな感じで添削終了です。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。まあね、デザインはもうほとんど変わっていないと思うんですが、なんかこうパッと見た時のキャッチーさがアップしたのがお分かりいただけると思います。はい、今回の添削ではですね、まあ、あまり普段はやらないんですが、キャラクターのデザインそのものについて添削をさせていただきました。特に小物類についてなんですが、単なる無機物として考えてしまうとデザインは成立しにくくなってしまいます。キャラクターが身につけている小物は無機物じゃなくて有機物、もうどちらかというとキャラクターの皮膚の一部としてデザインしてあげた方がデザインはやりやすくなるのではないかと思います。それとキャラクターデザインが苦手、もっと順を追ってコツや注意点を知りたいという人はこちらの動画、キャラデザのコツが役立つと思います。興味があればね、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。